この格好バカクソキモいな。はい、皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。エルデンリングやっていきましょうか。よろしくお願いします。さて今日なんですけどね、前回魔術師セレンのイベントがなんかめっちゃ進んだよね。アズールさんっていう人にね魔法教えてもらって、そのことを教えたらなんだっけな、ルーサトって人がサリアのところにいるから探してきてくれってことなんで、今日はねまずそれからやりたいと思います。サリアってここなんだよね。まあサリアの町ってまあここなんだけど、一個ね文章あ もらってたんで、ね、ことをちょっと思い出したんで、ちょっとそれだけ先見ようと思うんですけど、これだ、隠し洞窟。サリアの町には洞窟を隠している崖上の墓場の裏にっていう、これかな、そのさっきのイベントのやつって、ルーサとのなんたらかんたらはかんたらうんたらだってやつ、全然わかんないです。探してきまーす。さて、崖上の墓場の裏にだっけ、墓ってこれだよね、多分崖上の墓っていうのはねえ、ここっていつもの教会だもんね。崖上の墓のちょっとなんかよくわかんないんですけど、あ、俺でもこっちの方は来たことないかもしれんな。ねえ、ちょっと探索してみましょうか、この辺とか。お墓がね、めっちゃある、ここ。腐れ病の病。ああ、これ、あれ、ミリセンドのとこか、ここって。俺、これ、取ってなかったな。よし。ってことは、やっぱ、この辺探索不足と思いきや、これ、あれ、近場あるよ、おじさんか、これ。近場あるよーって。やっぱ、なんかあるじゃん、ここに。近場あるよーって。あ、でも違う。これ、あれだ。ラダーンの。英雄のあれがあるよーってやってた、これ。だってここではない。ここ隠し道があるぞ。うわー、これかー、これはメッセージないとわからんて。どういう、もう一回読むで。洞窟を隠してる崖上の墓場の裏に。墓の裏、ここですね。間違いなく。ここが、俺が求めている、なんだっけ、なんかの、誰かがいるところなのかわかんないんだけど、行ってみましょうか。まあでも何かあるってことなんで。いや、文章はなんか意味あるんだね、確実に。ちゃんと理解しなきゃ。さあ、隠し洞窟。昔の俺、あれ考えるのめんどくさくてスルーしてたんだよ。しゃあない。スルーしたくなる。さあ、奥行きましょうか。まあ、ここじゃなくてもね、まあ一応探索に意味はあるのでね。間違いなく。さあ、ここはちょっと道中の武器だけ変えときましょうか。冒涜の聖剣にしとくか。いや、なんか別の武器試す今日は。いや、最近使ってなかったから猟剣かな。猟剣で行くか、俺は。猟剣騎士だいたら行きます。ふん、チュン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 。あ、こいつ待ってないんだよ。こいつ結晶人みたいな感じやから、あれやん、フレイルじゃないとあかんやつやん。打撃武器作ってないよ、打撃武器。あ、これ鍛えときたいな、重装の大土。これかっこいい、これ。ふん、ブーンってやつ。これ必殺技、これだよね。わ、かっこいい、これいいね。7までいく。いや、この武器強いか信用してないからまだいいや、6で。さあ行きましょうか。まあ、とりあえず作ってきた新しい武器、ドーン。わ、強っ。この武器強いです、皆さん。来ましたね、やっぱ物理武器しか勝たんってやつですよ。道が右かまっすぐかとか、右だった。これ隠し道やんの、ここ。はい、ほんま？ほんま？もうやだ、俺隠し道後回し怖いもん。おーれー。ここって行動的なやつなんかな、詰まるところ。あ、じゃあね、こっち行き止まりか。いや、結局のところさっきのところ行かなきゃいけないんだ。どうにしろどうにしろ行き止まりだ、怪しいなってなったとこで、ねえ、ほら。この武器強っ。やばい、またこれも、ほら、ま、隠しだらけじゃんこれ、隠し洞窟。待って、キモいけど、ここの道中ねえ。もう嫌だけど俺。え、キモい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 。せーい、ドラー。おー、出た、可愛らしいやつじゃないかお前。広くない、ここ。お、魔術師だ。
いや、なんか封印がある。待って、これってあれじゃね、鍵のやつじゃね。魔術師を目指せ、魔術を目指せ。ほら、え、あれ、開けゴマ、来た。サリアの封印の鍵。すいません、いる、捕まってる人。え、この人か、死とは、死んでんの。え、あ、動いてる動いてる動いてる。なんかアズールさんと一緒で、なんか気持ち悪いな見た目この人。滅びゆく流星、なんかモロだね。ありがとうございます。これだね、あ、滅びの流星か。43もいる、やばい。源流の魔術師の一人、ルーサットの魔術、伝説の魔術の一つだ。対象に向かって飛ぶ12の暗い流星を放つ。足を止めず使用することができ、ため攻撃で強化される。ルーサットの垣間見た源流は偉大なる西軍その終焉の瞬間であった。その時彼の全ても壊れてしまった。なんかアズールといいさ、源流とか、なんか源流の、だから要はその寄生魔術の一番の近畿の部分を見た人っておかしくなってんのかもしんねえ、もしかしたら。これちょっと待って、うちのあのお師匠様もその近畿に手を出すってことはやめた方がいいんじゃないの。ちょっとやめた方がいいんじゃないの。これで帰ればいいのかな。まあでも一応ここの多分ダンジョンかな、ここ攻略目指していきましょう。マジでえぐいよ。おっと、像があるぞ。ってことはボスだぞこれ、ボス。ちょっと待って、誰出す今日は。ティッシー出す。え、ティッシーなんで出せないの。ティッシーいくつ ?132? えぐすぎるだろ、おめえ。ドリンク飲んで呼ぶか、一回。132はあかんって。呼べんわ、さすがに。そんな力。え、ボスまだ、え、ボスまだなの、こんなとこまで来て。暗い暗い暗い。ボスベイヤー。ボスベイヤー。ベイヤーベイヤー。ボス何？ターゲット固定の時間だ。なんだ？ギャー！ビビった！やめろよ。やめろ、急に出てくな。おめえら、なんで盾持っとるわ。はい、ほい、ほら、なんでボス前にこんないっぱいいるんだよ友達が。よし、じゃあ行きましょうか。ボスです。誰だろう。3体はあかんってねえ。ティッシー絶対あかん、弱いやろこれ。はい、まずいっす、まずいっす。は？俺腐敗入ったけど。で、あかん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 。死ぬって。お前ふざけんなこら。こいつやっつけます。こいつやっつけます。おい、こいつだけまずね。はい。ティッシー頑張って、ティッシー頑張って。こいつ殴、俺がやっつけるから。こいつ。はい。ドーン。さあ、まず槍は弱いから、槍から。痛い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 、マジできつい。槍はね、弾ける。こいつ、はい、こう、ほい、弾いて殴る。よし、一撃破。この魔法使いもやる俺が。ティッシー頑張って、ティッシー一人やれる、いけるんだったら頑張って、そのまま。よし、ね、これ、怖い怖い怖い、わわ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 わ。よし、はい、こいつこいつ柔らかい。ほら、背後が丸出しだぜ。ほら、ティッシーまだいける。ティッシー、よよ、ティッシーね、なんかその黒い炎でね攻撃してるところ優秀すぎる。いや、静かにね。ほい、出た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 。これ、こうだ、戦技ズバー。全然気が早い、笑う。ティッシー、ティッシーまだ生きてる。ティッシー見て動き、ティッシー見よ。シュン、あ、かっこいいかっこいいかっこいい、動きがかっこいい。魔法使い、待て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 、せいやつけるわ。ごめんごめん、ティッシーごめん、俺が遊んでた、俺が悪い、俺が悪かった、俺が悪かった。俺が悪かった、遊ぶのはよくない。よし、はい、こいつは終わり、これで杖終わり。よし、さあ、あとこいつだけ。はい、殴れ、はい、よーせい、終わるかこれで。ドレイ、はい、俺の勝ち。この3体はアホだろこれ。放たれたる結晶、マジキモかったけどこれ、こいつら。やぶ、新しい打撃武器良かったわこれ。一発の威力でかいわ。戦技はクソ良かったわ。これ
戦技は弱かったけど、やっぱね、もう純然たる暴力って感じで良かったです。よし、じゃあね、ちょっとね、誰だっけ、セレンさんに会いに行きましょう。うちの師匠に。いや疲れた、マジで疲れた。師匠、やっていいだよ、感謝してくれ。うっす、弟子を後で少し話をさせてくれ。お前に願いがあるんだ。え、願いって何？今お前の前でこうして喋ってる私は幻だ、嘘。私の体は別のとこにある。学院の制約によりそこを動くことはできない。お前捕まってる場所知ってるよ。俺幻だったんや前から。じゃあ狭間の南の端、すすりなきの半島に私の体はある。もう場所何回も見に行ってる。霊廟が歩く平原の先、マリア教会を下った廃墟に囚われている。我が弟子をそこまで来てくれないか。お前に託したいものがあるんだ。ええ、ねえ、ちょっと先にね、ルーサーとの場所も伝えておくか。ルーサーとしてはそんなところにいたか。感謝するぞ、人お前しかできなかったろう。我が、お前が弟子となり、そして地域となり、本当によかった。レイダー、受け取ってくれ。ありがとうございます。あ、別にいらんアイテム来た。これで段階は一つ、階段は一つ進んだ。アズール、ルーサーと漁師の体を学院にお迎えできそうだ。あとは今しい制約さえなんとかなれば。だからね、体があるからそこまで来てくれってぜ。行ってくるわ、任して。師匠、助けに来ましたよ今度こそ。おう、我が弟子をよく来てくれたな。どういたしまして。制約のせいで手間をかけさせられた。手どうなってんのそれ、大丈夫？お前に託したいものがあるんだ。何？勝手にルーンが入ってくる。受け取ってくれ、私の元気石を。星が落ちた時、我が運命もまた動き出したんだ。私は殺されるかもしれぬ。その前にお前に託しておきたかった。クソクイが来た。私自身を。は？どういうこと？ありがとうございます。なんかもらいます。あなた自身をいただきます。あら、あ、どこ触っとんね。ああ、うん。何してこれ。し、うん。え？ポケットに入れたで。師匠、セレンの元気石。ありがとう我が弟子よ。それは私指示だよ、どうかよろしく頼む。どういうことなの？え、あったこれだ。魔術師セレンの体内にあった奇跡、体内にあった奇跡、半ば生体化して、し血管の類が見て取れる。元気石とは魔術師の魂である。その古い体が死した後に相性のいい体に移植すれば、魔術師は再び蘇る。我が弟子よ、おぞましいと思うか。え、待って、これでさ、あのアズールとかの体を求めてるってことねえ。セレンはおっさんになるの？おっさんに。やめとけって、師匠。師匠、どういうことなんすかこれ。全然わかんないですよ、これ意味が。ちょ、わかんないので、フィア行こうぜ、フィア。フィアにそういや、呪魂を渡すってのやってなかったんで、資金の乙女、フィアちゃんに物を渡していきたいと思います。フィアちゃん、持ってきたよー。はーい。抱かれる、あ、ありがとうございます。すいません、いつもありがとうございます。ちょっと頭ちょっとキモいですけど、今日。キノコなんですけど、頭僕。いいっすか。頭キノコ、大だらです。あ、貫通しちゃった。どうなってるの？あ、なんかすごい花が咲いてるみたいになったら、死の呪魂を渡す。あった、これはもう一つの聖魂。どうしてあなたが、ああありがとうございます。これでゴッドウィンはあるべき最初の使者となり、ゴッドウィン再び、きっと再びの偉大な生を得るでしょう。あなたは私の家、私たちの英雄です。フィアの英雄になっちゃった俺。せめて一時だけ強く抱かせてください。あざやす、あざす。俺フィアに抱かれすぎて、マジフィアに抱かれる夢見てたよこの前。さあ、光立つ帳の恩寵、ありがとうございます。密かな話、私はもうすぐゴッドウィンの同期にします。そしてきっと宿すでしょう。あら、で同期にしちゃうんか。豪語の王子にしてデミゴトの最初に下なる、ね、ゴッドウィンを死に生きる者たちのあなたにお願いしたいんです。はあ、よくわからんけど、私の子ルーンを掲げ王になってもらえませんか。何、私の王になってくださいって。ちょっと待って、俺ラニの王でもあるんやけど、我らのエルデの王にって。ねえ、
なんかさこのゲーム大丈夫、みんななんか俺の王に、私の王になってって言われる。みんななんか女の子たちみんな俺が王となってって言うから、もうどうしたらいいん俺。みんいろんな人にさ頼まれてんだけど、あの魔術師のチャンネルにしろは言ってないか。うん、まだ抱かれちゃった、メッセージを戻したら、ちょっと待って何度も抱かれたいね。うん、いいこと。さあこれで一応フィアのイベントは終わったのかな。いや終わってないのかな、どうなんだろうな。これ更新したらいなくなるかな。じゃあフィアも、私はもうすぐいなくなりますって言ったから、ようわからねえけど、オルナ変わらず関係ないのか。じゃあこれフィアもう名もない、話変わった、もう子供いる、もう子供いるねえ、至近の乙女、ねえ死体と共に寝る乙女ですよこの人は。怖いよ。あ、おわか変わった話、お別れですねあなた。でも私は満足してるのです。押し付けられた遺体ではなく自らの意志でゴッドウェイと同勤し、ねえ子を宿すのですから。それにその子はきっとあなたのぬくもりをついている。至近の乙女として生まれ、これ以上の幸福があるでしょうか。ゴッドウェイ、神の子を宿すわけですね。お別れですよ、もうバイバイ。まあ、とりあえずね、ダークソ系っていうかこういうゲームの基本なんですけど、イベント終わったと思ったらロードを入れて、もう一回行くって感じだけど、あれ倒れてない？寝てる？フィアどうした？あ、今同勤中だ多分。今同勤中だこれ。わからんけど、どういうことかわからんけど、触っていいの？式の夢に入りますか？大丈夫？夢の中入るの？ねえ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？ふう行きましょう。寝てる乙女に今覆いかぶさる。来たで、キノコ。なんだと、ドラゴンかよ。待て、ドラゴンはちょっとまずい。ちょっと一旦ダイダラ呼ぼう。これはダイダラかも。なにこいつ、シリュウ・ホルサクス、めっちゃ燃えてるけど体。うおぉ、なに、いや、不撃波すごいことになってる。よし、切ろう。いや、これマジでわけわからんけど、これ足にターゲットできねえ、普通のドラゴンと違って。いや、火も吐くこいつ。やばいよ、今ダイダー君の声聞こえた。うーふーって来てる。おい、めっちゃかっこいいけどこいつ。ねえ、ゲーム間違ってない？ねえ、モンスターなんとかのゲーム出身じゃない君、実は。おい、怖えー、こいつ。うん、バリバリ来てる。いいよ。おい、あ、痛いっす。全然いいよ。ほら、何も見えへん。シュ両剣ステップでひたすら下がる。どうだってこれ、怖え、マジで。うおう、頑張れライダー君。よし、こいつなんだこれは、わからへん。とりあえずドリンク飲もう。うわっ、もう割とわけわからんからご利用してんだよ今俺。いいぞ。よし、切れ。おいおい、出血入れて見まーす。両剣ステップで下がりまーす。ふう、怖え。大丈夫か、うつしみの俺マジ強いんだけど。やっぶね。いやでも真相さすがに大学も、ダイタラ君ピーチ。条件ステップ。どうだ。死ぬわこれ。やばい。ああ。最舐めプシすぎたー。腐敗まだ吐いてるかこいつ。こんな顔して。腐敗で気持ちよくなってっから。はい、条件。はい、終われ。あとちょい。はい、皆さん、もう僕は近寄りません。
はい、お疲れ様でした。僕の勝ち。死竜の追憶、追憶がある系のドラゴンだった。なんだこいつ、強いね。夢の中のドラゴンやっつけたけど大丈夫？え勝手に夢の中入って、勝手になんかドラゴンやっつけたけど、俺フィアちゃん怒ってないかな、大丈夫？え、なんかできてる？何これ、輪っかでき、あ、待って、あの死の呪文完成されてる。これ使用時の修復ルーン、これだ。壊れかけのエルデンリングの修復に使用できる。式の乙女フィアが宿したルーン、エルデンの王が壊れかけのエルデンリングを掲げるとき、その修復に使用できる。それは2つの、ね、欠陥が合わさった聖痕であり、死に生きる断りの率を一部とするものである。黄金率は運命の死を取り除くことで始まったならば、新しい率は死の回帰となるであろう。よくわからへんけど、まあ、治ったってことですね。ラニの体に宿していたあの死の呪痕が。え、どうした、生きてる、寝てるだけ、死んだ、え、おい生きよ乙女。やばいって、これロードしたら消えるかな。ちょ、ロードしてみるか一回。大丈夫かよ。あ、いなくなっ、いや、D がいる。使用時よ、とくと見よ。あ、殺しちゃった。黄金律の怒りを、黄金律の正義を。あら、貴様の場所はこのざまだ。正しく死んだ肉塊だ。え、これ弟だよね。徳富を使用しようって言ってる。この汚れたバイタはねえ、肉塊はもう二度とこう宿さぬ。もう俺こうゲットしてんねん。貴様の母は死んだのだ。これ復讐やな、完全に。俺が前鎧あげちゃったからかな。めっちゃ笑うとるで。ああ、聞こうか。汚れの魔女は死んだ。黄金律は汚されぬ。我が兄ダリアンにもやっと顔向けができる。黄金律よ、我が魂を律したまえ。何なんだこいつら。これフィアの服か。フィアの服、フィアのローブ。ダリアン、俺フィアの服着るか。フィアが死んでもうたやん。フィアのフード、頭部を覆い隠す不老布のフード、故郷を追われた至近の乙女フィアの旅の肖像だ。ねえ、ね、薄絹のように柔らかいっていう。柔らかいらしいです皆さん。うへへ、いいですね。じゃあ次、もう一個あったね。フィアの胴部、全身を覆い隠す黒布のローブだ。ねえ、薄絹のように柔らかく、ぬくもりと鼓動をそのまま伝える。ね、だからめっちゃ柔らか、柔らかかってな、抱かれた時も。最高やな、ほんま。ごめん、俺こんな格好しててごめんやけど。なんかす、こういう終わりなの？フィアはまあ確か D を殺したからさ、なんかのいなくなったけど、またなんかアイテム増えてる。ロードするために話が変わる、コロコロ。フィア生きてるか？何これ？別れたぬ掃除の剣。あ、あげた鎧返ってきた。これがね、新しいやつですね。聖なる刃だって、かっこいいなこの戦技。死に生きる者たちを狩る聖剣、生息性の攻撃力を持つ。若たれぬ掃除は黄金律に伝えた。それだけが彼らを呪いと呼ばなかったから。なるほどな、双子。おー、だからなんか黄金律、黄金樹のなんか信仰がやっぱバラバラなんだろうな。死を信仰してるフィアと、なんか、まあ、それを狩る D。 死を狩る者 D。 かっこよかったな。かっこよくね、この剣。ショーン、聖剣の力よ。ほら、剣が光るんだよ、これ。あ、ほら、飛ぶもん、斬撃が。飛ぶ斬撃とかかっこよすぎるやろ。フィア、いつも俺を抱いてくれてありがとう。またね。俺のママが、待ってよ。もうないかな。え、で、俺はフィアの、ねえ、王となるべきなのか、ラニの王となるべきなのか、どうしたらいいんです、皆さん。
わかんない。ちなみにこのここの場所が使用時の座っていう場所なんですよ。なので、まあ、これがあれですね、キモいな顔、ゴッドウィールですね。びっくりした、クソキモい見た目してるな。下半身人魚みたいになってるもんな。なんかおかしなってんやろな。うん、見た目が完全に。さて、もうだいぶ今日探索したからね、先に進んだらかかりそうだね。ちょっと行ってないとこ行くか、せっかくだし。どこ行こうかな、こっちの方行くか、リエリエ。これ風呂くせえな、ここ。ここ行くか、じゃあ今から。あー、やっとパートいくつぶりだろうな。パートいくつぶりかぶりぐらいに、なんか今、俺が抱えてるイベントが全部終わった気がする。ん？何？何？なんか歌ってる人おるけど。え、怖い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 。誰誰誰誰？これ敵やん。びっくりした。お前なんやねん！こいつら歌うコウモリたちやん、また。こいつどっかでおったな、いっぱい。こいつら。よし。さあ、カッコの風呂。風呂だね、やっぱ。ちょ、装備台整えてから行きましょう。おっか。まあ、風呂シリーズはね、だいたい人が相手なんですよ、人が相手。なんでね、ロジエルさんの剣とね、このレイピアがかなり強いんで、よいしょ。レイピアシリーズが強いのでね、ここだけ装備していきたいなと思います。では行きましょうか。ハロー。さあ、誰だろう、ボスは。ロコイヤ。まず最初は、かましていくか、ドリンク飲んでからいこうか。でかい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 。でもでかいけど、今の攻撃力だったらマジ、瞬コロ。はい、おつぽよカーリアの騎士、ボルス。巨剣人だって。いいね。これだね。巨剣人。で、これで、トロルの魔術騎士たちが用いたもの。彼らは幼き、レナラの名役の友であった。レナラの友達なんだ、あの巨人たちって。なんかいっぱいおるな、思ったけど。ロストグレスディスカバード復讐、なんか侵入されたけど、復讐者のボロや。かっこいい魔法やめて、かっこいい魔法やめて。それ何その魔法、なんか能力上げるやつね。チクチクするで俺も。ほら、江戸川くん、俺は違うでやったん。やっぱお前かと思って襲いかかってくるのやめて。え、江戸川、しゃぶりりのぶどう、しっちき士の服装プラス8、生肉団子。キモい。なに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 、ああ、悲しみよ。復讐を、めっちゃ中あるし。復讐者のボロや。え、これ、あい、復讐果たしたってこと？こいつらに。なんで俺を襲いかかってくんだよ。キモい。進行24から装備できる武器もあんだよね。やっぱ24ってこれね。つばたの鎌とか。なんか前装備したいなって言ったやつがあったよね、確か。どれだったっけな、偽証ってやつ。これだ。これも24なんだよね。24にしとく？もう進行でもこれ以上上げても意味ない気しかないんだけどな。もう生まれ直す予定だよ、俺、正直言って。いずれ。24にしとくか、ここ。せっかくだし。よし。あ！見つけてしまった！見てはいけないものを、また。あるよー。シカボあるよー。シカボがそこにあるよ。こんな偏僻なとこにシカボがあるよ。攻撃が当たれへん、攻撃が当たれへん、攻撃が当たれへん。ねえ、剣舞かっこいいの。ありがとうございます。しかもあったけど、ここだここだここだ。開けごま、いや来たことないな、ここ開けごましてるってことは。なんでどこ、ここ。はい。行き止まりの地下も多い。え、行かでええじゃん。なんもないんじゃん、ここって。行き止まりやったら。ねえ。ちょ、ここだけ攻略するか。ねえ、フィアの弔い合戦してくるわ、俺今から。フィアさん。そこ、あれ、やったら終わりやはずやけど。え、なんか絶対罠やろ、これ。崩れる、絶対。え、はい、レバー引く、お願いします。どこかで扉が、ええ、もういいの？普通ゴールにあるやつやろ、あれ。
どういうこと？え、ここは？いや、なんか投げたな、お前マジ許さねえ。おい、お前。うえ。じゃあ敵の武器ゲット。番犬の、ああ番犬のやつ。いただきます。レアルガリア兵の位牌。攻撃。まだ隠し道あんの？はい、カモン一番。なにこれ？霊呼びつむり。なにこいつ？るつぼ？ちょ。なにこいつ？るつぼのシリウスだって名前忘れちゃったけど。ほい。はあ。なんだ？痛い。あー呼んでるこいつか。え、姿見ないだけだこいつ。なんだこいつ、あ、どこ行ったあいつ、あと一発、あと一発で、敵倒した瞬間姿が見えるようになるんだね。いや、倒すしかないじゃん、ここ今、マジでとどめできたんだ、今絶対ね。うんちくん、頑張って、うんちファイヤー、いいよ、うんちくん、パンチはダメや、パンチくん、ちゃんと武器使おう、一緒に、よいしょ呼ぶとこ見ろ、どこや、はい、あっぽよかわいいな、こいつ。メッシーみたいな見た目してた。奇跡魔術師の位牌。すげえいらねえものもらった。3000ルーンだって。安っ。ちょっと待って、元気石が震えている。セレンの体が死んだようだ。ちょい、え、次元イベントやった今の。え、ちょっと、さあ皆さんお疲れ様でしたって言いに行こうと思ったんだけど、ちょっと待って見に行こう。ちょっと待ってよ。あー、なんかおるけど、ハロー。おお、お主か。これ誰だっけ。あ、ラダー祭りのとこいた人か。意外なとこであるものだ。どうも、はじめまして、久しぶりです。まさかセレンの関係者か。あ、僕の師匠ですけど。だが何にしよう、この女は死んだ。お前殺したんか。もう忘れることだ。この女は魂の魔女、源流思想にふけり数え切れぬ魔術師をその手にかけた。あ、魔術師いっぱい殺してんな。レアルカリア学院の史上最悪の最悪だったんだ。最悪の最悪、マジ、え、狂人やったん。だが少しおかしい。この女はまるで魂の抜けた抜け殻のようだった。ギク。セレンの本質はまだどこかで生き延びていて、いつか別の体を得また現れるのではないか。不吉だがそう思えてならないのだ。マジですか。僕もそう思いますけど、ほら僕二人いるでしょ。ねえ、ちょっと待ってよ。一回ロード挟んだわけだけど特に変わらないかな。あ、変わんないか。セレンの体を多分俺が取り戻させてあげなきゃいけないんだろうな。どうしようか。お前何しようねん。はい、それでは終わりましょうか皆様。で、これがあのフィアのベッドです。いや、もうなんかみんな死んでいくな、ほんとこのゲーム。どうしたらいいんやろうな。さあ皆様、チャンネル登録してください。チャンネル登録や高評価よろしく。さあ次回なんですけど、ついに物語ストーリーを進めていきたいと思います。本編ですね、ようやく多分今できること。セレンの体探すんですけど、なんかちょっとわかんないので、もう出てるかこの先の物語で出てくると思うのでね、雪国の攻略していきたいと思います。ただかなりきついんですけど頑張っていこうと思いますんで、レベルも結構上がったしね、あの攻略頑張ります。まあダメだったらね、ちょっとレベル上げたりしていこう。よし。あ、そうだ、忘れてたけど、あの追憶見とこうか。追憶何かってやつ。はい。というわけで、これだね、シリュウの追憶。あー、かっこいい、あの、雷で赤いやつ。赤い雷を呼ぶ信仰46。で、こっち、周囲に激しい死の落雷を呼ぶっていう。47。使いません、無理です。またね。で、もう一個。あ、これ。あー、トバリの音調。これが、光刺すってやつが出てるね。うん。なるほどな。
寝床、新書にも似た密かな神殿の加護、その最も特別なもの FE を消費して一時的に強靭度を高め、その持続時間は通常よりも長くなる。式の乙女は生涯にただ一度だけ英雄にこれをもたらしたという、それだけが乙女の意志に任されたのだと。ってことはこれは一個だけしかないんやね。フィアが生涯で俺だけにくれたやつ、俺がフィアの英雄ってことだ。俺がフィアの英雄であり王であり、でラニの王でもあり、でどうする、俺刺されると思ういずれ。はい、じゃあ皆さん刺されないこと祈ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつぽよ、バイバイ。無垢な瞳だ俺。